のんきなとうさんは、麻生豊の作画による日本の漫画。別題、のんきなとうさん、のんきなとうさん。このコーデは、同漫画を原作とした、日本の映画についても記述する。大正時代に、新聞漫画として、連載開始し、昭和初期にかけて断続的に発表された。ただの凡事と並ぶ麻生の代表的な連載作品であり、のんとうの略称で親しまれた。 主人公ののんきなとうさんと相棒の隣の大将が織りなす騒動を描いた短編ギャグ漫画である。失業者であるのんきなとうさんは食につこうと奮闘し、時には巡査や俳優やアナウンサーなどに採用されたり、大金を得て裕福な生活を送ったりするものの、再び貧乏な生活に戻る。1925年、1946年の3、 シリーズ4回にわたってアニメーション映画及び実写映画化された。元は1923年4月29日から放置新聞の日曜漫画欄で不定期に連載されていたのんきな父さんという題名の8コマ漫画で同年9月の関東大震災やそれ以前の慢性不況で生活に打撃を受けた人々の心を明るくしようと当時の放置新聞編集局長 高田智一郎が本誌紙面に陽気な漫画の連載を検討し、新人の漫画記者であった麻生の同作品を抜擢した。当時、短編コマ漫画では、ジョージ・マクマナスの親父教育が人気で、麻生は同作品に何としても立ち打ちできそうにないと連載開始を誇示したが、最終的に引き受けた。同年十一月十六日号から夕刊放置新聞へ移り、 代表記を、のんきな倒産、体裁を4コマ漫画に改め、第1面の左上に毎日連載した。コマ割り、吹き出しなどの表現、簡略化されたキャラクター描写において、親父教育の影響を受けたと見られており、初期の連載では、セリフ部分が横書き、カタカナ書きとなっている。連載を経るうちにコマ配置は22から1、14の縦型に変わった。連載開始後の、 放地新聞の発行部数は伸び、麻生は人気漫画家となった。カラー版の単行本はベストセラーとなり、キャラクターを用いた広告や人形、手拭いなどのマーチャン大豆商品が作られるなど、対象末期の社会現象となった。とぼけた雰囲気の男性が、ノントウと呼ばれるなど、流行語ともなった。1926年10月、麻生のヨーロッパ歴訪のため連載を一旦終了。 帰国後の1929年、読売新聞日曜版の読売サンデー漫画で、俗のんきな倒産さんの代で連載を再開。1930年3月、連載媒体がサンデー毎日へ移り、のんきな倒産さんの代で6コマ漫画となった。同年6月に、読売新聞本紙で4コマ連載に復帰し、代ものんきな倒産さんに戻った。その一方、 麻生は1933年より、のんきなとさんの息子を主人公にしたスピンオフ、ただのボンジを朝日新聞で連載開始した。ボンジが独身のサラリーマンとして社会で奮闘するというストーリーであった。戦後の1945年、麻生は第一新聞で再び、のんきなとさんの連載を行っている。のんきなとさん流食参りは、 1925年制作、公開の日本の短編無声アニメーション映画である。木村白山作が演出、あずま映画社、朝日キネマ制作、一貫もの。スタッフ、作品データ、のんきな倒産花見の巻は、1925年に制作、同年9月18日に公開された、日本の長編劇映画である。曽我野屋ご苦労主演、畑中昭波監督、 直樹三33の連合映画芸術家協会が制作、自主配給した。後日ののんきな倒産活動の巻と日本立てで公開された。浅草公園ロックでは日本館で公開されたが、斜め向かいにあって、巻の正像直樹と協力関係にあった高松と四次郎が経営していた大東京では、同日、巻のの巻のプロダクション制作。 本作と同じ畑中昭派監督の中山安兵衛、中川志郎の中川映画製作所と直樹の連合映画芸術家協会が共同制作した広瀬五郎監督の通り魔の日本盾が封切られている。スタッフ、作品データキャスト、のんきな倒産活動の巻は、1925年制作、同年9月18日公開の日本の長編劇映画である。 小沢徳次監督、そ我野やご郎主演、上記、のんきなとうさん花見の巻と日本立てで公開された、スタッフ、作品データキャスト、のんきなとうさんは、1946年制作、公開の日本の長編劇映画である、牧野正宏監督、小杉サ主演、小築京都撮影所制作、牧野正弘が、築京都撮影所の所長時代の最後に、 本作と溝口健二監督の歌丸をめぐる5人の女の2本の企画が通った。牧野は10月中に本作をクランクアップしたが、その頃溝の口は準備を始めたばかりであった。当時の同撮影所には労働組合がなかったが、それは牧野が所長だったからで、組合組織化寸前の状態であった。本作のクランクアップ後、牧野は辞表を手に、小築本社に向かい、 受理されて戻ってきたところで、従業員組合が結成され、牧野は委員長に就任させられた。やむを得ず一週間のストライキを打ち、本社と要求折衝を行った。ストライキ明けに、溝口はわずか一週間で、歌丸をめぐる五人の女をクランクアップさせ、それぞれ完成にこぎつけた。両作は牧野個人の借金で制作された。完成後に、 両作を副社長の木戸志郎に試写を行い、両作を妥当な金額で買い取らせた。ストライキによる従業員の要求も受け入れられた。本作の撮影には、ハイダ・彦の親友の別所竹彦ほか、25名のプロ野球選手が出演した野球の試合のシーンがある。本作に特別出演した多くの歌手の中で、ミスワカナが撮影直後の同年10月14日、 心臓発作で休止している。スタッフ、作品データキャストのんきな倒産流行マイルに関するカテゴリー、のんきな倒産花見の巻に関するカテゴリー、のんきな倒産活動の巻に関するカテゴリー、のんきな倒産に関するカテゴリー、ありがとうございます。